この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは。ワールドスーパーフォーバレー男子、今日いよいよ準決勝に入りました。はい、まあ、予選リーグでは日本頑張ってね、2位で通過しましたよね。まあ、ということで、その予選リーグの結果をですね、このフリップまとめてあります。ご覧ください。日本が2勝1敗に、そしてブラジルが3連勝、オランダが1勝2敗で3位、アメリカが1つも勝てずに4位。嬉しいですね。だったんですよね。2勝してるっていうのはすごい。はい、ということでですね、まあ、その予選の雰囲気をもう一度ここで味わってみようということで、予選の振り返り VTR をまとめてみましたので、ここでご覧いただきたいと思います。さあ、まずオランダ対ブラジルというですね、これはバルセロナオリンピックの決勝戦と同じ顔合わせになったんですよね。はい、まあ、しかしこの試合はなんといってもエースメグロン・マンセロ、そして、セッターの今の、ね、トスマーズですよね。素晴らしかったですね。まあ、実力通り3対1でブラジル勝った。そしてこのイエローカードといえば、もう日本対アメリカ、もうバルセロナからもう引きずっているという雰囲気ありますけどね。異次元の対決ですよね。はい、まあ、あの時にはもうなんかこう最低で決まったという試合だったんですが、この試合はもう文句なし3対1日本勝ちましたね。はい、実力を見せつけました。はい、続いてアメリカ対オランダ、まあ、こう高さのオランダ、まあ、アメリカがねちょっとサミュエルソン一人で頑張ってたんですけれども、やっぱりこの高さ勝てなかったかなという感じで、まあ、銀メダルのオランダが銅メダルのアメリカを破ったという試合です。しかしこれもねファイナルセットまで行って競ったんですけどね。そうですね。はい、さあ、そしてですね、日本対ブラジル、まあ、この金メダルチームブラジルに日本がどこまで食い下がれるかという試合でしたが、何しろこの試合は、まあ、ネグロンがもちろんのこと3番のガビオ、ね、でも日本チームそれぐらいからねいいムードになってきたんですよね。はい、まあ、とりあえずこの試合はストレートで負けてしまいました。しかしその後ですよ、日本対オランダ待ってました、バルセロナオリンピックの銀メダルチームをなんと3対0のストレートで破ったというね。もうオランダの高さなんかね、ものともせず頑張りますよね。平均身長で随分違うんですけれどもね。いやー、これで日本の強さというかね、ここに来て本当に日本って強かったんだななんて思っちゃいましたよね。強いんですよ、日本は。ということでですね、はい、順位が決まって、このような準決勝の組み合わせになりました。1位ブラジルと4位アメリカ、2位日本と3位オランダなんですけれども、すでに今日の第1試合ブラジル対アメリカ準決勝が行われておりますので、そちらの VTR をこれからご覧いただきたいと思います。どうぞ。さあ、ブラジルがマッチポイントを迎えました。14対9、ジャンプサーブアウトです。1回目のマッチポイントはサーブミスでものにすることができませんでした。それにしてもあと1点というところでもあれだけ狙ってくるんですね。そうですね。ですからもうサーブでポイントを取れれば一番、まあ、早いわけですよね。はい、でその裏側にはもういつでもサイドアウトは取れるというような自信もあると思うんですけどね。ということは余裕のサーブだったわけですね。まあ、大体どこのチームも非常にそういう意味ではサーブで点数取りに行きますよね。はい、ポイント狙いに行きますけどね。そして最後は決めました、この人です。12番の変わったペレイラ、最後のスパイクはペレイラです。強い強いブラジルは本当に強い。まあ、アメリカもねちょっとサーブミスがあったかなっていうのもあったんですけど、ね、でもそれよりもやっぱりブラジルの強さといいますかね。でご覧のように、ブラジルが先に決勝進出を決めております。さあ、これからご覧いただきます日本対オランダ、この勝者が明日の決勝戦に進むわけなんですけれども、はい、もう1回帰ってますしね、はい、なんて言ってもファンの応援がすごいでしょ。すごいね、負けてもらいたくないですよ ね。 そうですね。しかし、まあ、オランダとの本当高いです。はい、京子ちゃんもなんかお立ち台ルックみたいなの聞きますけどねまあ実際お立ち台に登ってバレーをやってるようなオランダチームに対して今日もですね日本のあのコンビバレーどういう風な展開を見せますか。さあ、決勝戦進出をかけたこの一戦、どうぞ興奮してご覧ください。さあ、ワールドスーパーフォーバレー大詰め、いよいよ大阪決戦です。日本が世界に誇る中垣内祐一のスパイクが今日も炸裂するか。予選リーグ好調だった22歳のコンビ荻野南、2メートル台がずらりと並ぶオランダにどういった試合展開を挑んでいきますか。大阪城ホールはすでにテンションが上がっております。予選リーグでは勝った相手ではありますが今日は侮れません。
重要な試合には気合を込めてコンセントレーションを高めてまいります。オランダを相手にする日本チームです。さて放送席紹介しましょう。日本リーグチャンピオン NEC ブルーロケッツの寺回り太監督です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。日本がこのオランダに勝つ条件をお願いします。そうですね、この大会を通じてですね、はい、非常にレシーブがいい、で守りが非常にいいですから、はい、それプラス中外地が絶好調で、あと強いて言えばですね、センターラインのビッグな2人、南、大竹、はい、この2人がですね、オランダのブロックを防げるようだと、いけると思いますね。いける、はい、セットカウントはいくつぐらいで。そうですね、まあ、3対1と言いたいんですけど、フルセットでも何でも勝っていただきます、今日は。なるほど、はい、まあ、大竹がもう11人いるぐらいのチームです。そうですね、ご覧のようにもう林のような本当に高いですよね。一段がやってまいりました。それではスタメンです。日本チーム3番中垣内、4番松田、8番荻野、10番南、11番青山、14番大竹です。一方オランダチーム、今日はスタメンに正セッター、2メートルを超えるブランジェを入れてきました。クロック、ズエルフェル、ムーレン、ブランジェ、ホルスト、ゾーツマです。すごい高いチームです。バルセロナの銀メダルチームオランダが相手です。特に寺森さん、第1セットが大事になってきますよね。そうですね、やはり第1セットが鍵ですね。はい、すでに両チームがコートに散りました。今日は日本サイドのリポーターは ABC の松原弘樹アナウンサー、そしてオランダサイドはテレビ朝日の大熊英二アナウンサーがそれぞれコートサイドからいろんな情報を伝えてくれます。主審はキューバのフェレーロさん、副審はロシアのスバニアンさんです。スーパーフォーの中でも一番最重要といっても寺森さん過言じゃないですね。はい、今日の試合間違いなく今日が大事な一戦ですよね。はい、ネット越しに中垣内の目が輝いています。そして2メートルを超える南、大竹のセンターライン、松田がサービスエリアです。予選リーグは2位で通過いたしました日本チーム。さあ試合が始まりました。まずはバックアタック。寺回さんね、はい、オランダというチームはオリンピックの出場権さえギリギリで最終切符を取った、はい、それから準々決勝に進むのも2勝3敗というギリギリで上がってきた、はい、でいつもいつも最低の条件のところで勝ち上がって銀まで行ったというね。そうなんですよね、集中力のあるチームですよね。そういう意味では今日は集中力を発揮してくると思いますんでね、もう日本もそれ以上頑張ってほしいですよね、はい、ですから予選リーグの時のようには簡単にはいかない可能性も十分ありますね。はい、それは十分あります。サーブはオランダ14番のホルスト、今日はベンは出ておりません。トスを振りまして中垣内、ワンタッチ、ブロックアウトです。中垣内雄一、寺回さん絶好調と言っていいじゃないですか。そうですね、この大会本当にジャンプしてますんで、はい、絶好調と言っていいと思いますよ。はい、フランジェに入る、もうこれは桁外れのトスアップ。そうですね、高い位置ですよね。ブランジェは2メートル5センチ、世界の常識を覆したセッターがオランダです。荻野、松田、青山、ブロックに捕まりました。福さん、はい、大久監督はね、その高さに対しましてね、ブランジェが入ったことで逆にオランダチームはね、はい、スピードと、はい、それからちょっとレシーブが劣ると、ですからあの松田のトス回しをうまくして相手のブロックさえかわせばね、一昨日のゲームの再現ができるんじゃないかと、はい、そしてもちろんサーブレシーブが崩れないことが条件だけれどもなという話でした。はい、日本サイド松原アナウンサーが伝えてくれました。けなげに青山が高いブロックを打ち破っていきました。中垣内のサーブだ。中央を取ったブランジェ、トスアップ1枚おとりで高い位置から見下ろしてきます。ズエルフェル、ちょっとこぼれ球だったんですかね、ああいうボ